あいたいたあ決めてた時間よりちょっと早いけどごめんね待たせちゃったかなそんなことないちょうど今来たところあならよかったそれじゃあ行こっかまずはご飯にするそれとも お洋服とか見に行くお洋服からね。いいよ。いつもみたいに、欲しいのがあったら、いくらでも置っていいからね。ふあ、結構いろんなところもあったね。他に行きたいところとかあるええ、時間あ、そっか… もうそんな時間だったんだうんはいこれ今日付き合ってくれたお礼のお金あねねえその延長して私の家に来てもらうことってできるかな もちろん追加でお金はいくらでも払うからさねえどうそっか来てくれるんだあよかったーうんそれじゃあタクシー呼ぶから早速行こっかそこ まっすぐ行ったらリビングがあるからさ先行っててよ私はお茶入れてから行くからさはいどうぞ今日はありがとうね昼間も付き合ってくれて家にも付き合ってくれて時間とか大丈夫だったそっかそれならよかった。 今日、延長した理由君に聞きたいことがあったからだよ君さ私以外のママとも合ってるよねなんでそのこと知ってるのかって <laughs> 教えてあげてもいいけど。 君今結構眠いでしょ続きは君が起きてからしてあげるねおはようよく寝てたね疲れが溜まってたんじゃないおあっ <laughs> んで君が 他のママと会ってるのを知ってるのかだっけそれはね。私が、君のママだからだよ。ねえ、なんでなんで私っていうママがいるのに、他のママのところに行ってるの君のママは、 私だけでいいでしょうん。<laughs> まあいいやそのことについては許してあげる <laughs> だってこれからは私がここでずーっと君のお世話をしてあげるんだからまずは私のことをママって呼んで。 お世話するってどういうことだって君どうせお家帰ったらまたあのママのところに行くんでしょ全部わかってるんだからダメだって言っても他のママのところに行こうとする悪い子には私が君にとっての一番のママなんだっていうことがわかるまでずー 世話してあげないとなーって思ったからだよご飯も君が食べたいものなら何でも作って私が食べさせてあげるし欲しいものがあったら何でも買ってあげるし君はただここにいるだけでいいからねねえ 早速、してほしいこと、ないママが、なーんでも、してあげるから…